年頭平松年頭平松は、沖縄県島尻国平村と名に生育している、琉球松である。推定の事例は200年以上、または300年以上の説があり、久米島町に生育している、久米のゴイダの松と並んで、沖縄県の二大名称と評価されている。琉球松の名木として、1958年にアメリカ合衆国占領下の琉球。 政府指定天然記念物、1990年に新日本名牧百選に選定され、2016年に伊平ェ島の年頭平松として国の天然記念物に指定された。伊平ェ島は沖縄県の友人島の中で最北に位置し、沖縄本島なき人村の運転口から1日2便のフェリーで80分を要する。島の形状は細長く、面積の約60%を、 標高200メートル内市300メートルほどの山地が占めている。平野部には田畑が広がり、サトウキビと稲の栽培が行われていて、沖縄県では石垣市に次いで2番目の生産校がある。島の歴史は古く、琉球王国第一直し、王党二代の王で、琉球最初の統一王朝を成立させた、昭和史王の祖父、助け名川王主の出身地とされる。 イ部ア村北部の田集落北側 1.5km ほどの丘陵地帯に一本の琉球松が大きく枝を広げている。この木が年頭平松で樹高こそ 9m ほどであるが強行直径は約 118cm を測り、地上 2m ないし 3m の付近から地面と並行するように四方に広がる。枝張りの範囲は550平方メートル以上にもなる。 琉球松は通常上方向に成長するが、年頭、平松のように大きな傘状に広がって育つものは少ないという。年頭、平松という名称の由来は不明とされている。年頭平松は二代目であるといい、次のような伝説が伝わっている。およそ500年以上の昔、この地には今の松よりもさらに美しい松が生育していて、兄松と呼ばれて尊ばれていた。 しかし、三百年ほど前に、隣の伊勢名島に住む山太地区島という男が、アニマツを討伐した。その後、山太地区島は、アニマツを撃ったたたりで病を得て死んだ。山太地区島の弟や親類縁者は、せめてもの償いにと二代目の松をこの地に植えた。やがて二代目の松は、アニマツと同様に、美しい木に成長し、島民たちから手厚く保護され続けた。 古くから伝わる流下では、年頭平松ぬ枝持ちぬびさたなぬ乙女のみ持ちびさと称えられている。年頭平松は、久米島町に生育する琉球松の久米のゴイ枝の松と並んで、沖縄県の二大名称と評価されている。1958年1月17日に琉球政府指定天然記念物に指定され、1990年に開催された。 国際下と緑の博覧会に合わせて企画された新日本名牧百選では沖縄県から入表島に生育する先島数の木と共に選定され2016年3月1日には伊平屋島の年頭平松の名称でイ屋村歌は2番の歌詞で年頭平松のことを歌い上げている木の周囲は1994年に年頭平松公園として整備された なお、伊部屋村の酒造業者たる伊部屋酒造は、この木から名前を取った泡盛、平松ロックを製造している。サメ川大酒という表記もしばしば見られ、読み方についても、サメ川大酒とする資料もある。単に、教皇、または教皇州ともいい、立木と人が並んで立った時、人の胸の高さに当たる部分の直径を指す。日本国の場合は、 強行は1.2メートルの部分で測定する。ABCDEF、新日本名簿百選 PP208 から209。20 20 ABCDEF 渡辺、P454。ABCD 巻野、P69。ABCDEF 年頭、平松琉球大学資料館風塾館公式サイト、2014年9月27日、閲覧。 AB 官報告示2016年3月1日、2016年3月2日、閲覧 ABCDE 観光ガイドマップ、伊部屋村公式サイトひくテル氏のネット、2014年9月27日、閲覧。アクセス情報伊部屋村公式サイトひくテル氏のネット、2014年9月27日、閲覧。ABCD 部屋島、野保島沖縄の島々、沖縄県企画部地域。 離島化公式サイト、2014年9月27日、閲覧。文献資料に見る琉球、沖縄院、読谷赤峰守る琉球大学附属図書館、公式サイト、2014年9月27日閲覧。サメ川大衆沖縄タウンネット、2014年9月27日、閲覧。ABCD 年頭、平松沖縄の名木百選沖縄県環境部、自然保護。 4日推進化公式サイト、2014年9月27日、閲覧。新日本名簿百選、9ページ。伊平屋村村小村化に関する条例賞は52年4月1日、条例第4号伊平屋村霊記集、2014年9月27日、閲覧。伊平屋の歌伊平屋村公式サイトヒクテル氏のネット、2014年9月27日、閲覧。AB、念頭、 平松チュ中島物語2014年9月27日閲覧。平松ロックアーモリ百科2014年9月27日閲覧。ありがとうございます。